ゲーマーラジオゼロさん、ラジオゼロさん、はい、お送りしておりますラジオゼロさん、続いてのコーナーはこちら。あなたの笑顔あなたの心を言葉で癒したい。悩み多き、俺セリフ長いんだこれ、ね、悩み多きお花ちゃんたちに、僕たちの愛ある水を注ぐべく、カウンセラーケント、そしてヒロ and ジャンが悩み大きいお花ちゃんたちの悩みに答える、それがジュン健康クリニック。ちょっと立ちくらみした。頑張りすぎたね。ものすごい競争で頑張ったねこれね。まあ、そんなテイストでやっていくこのコーナー、はい、そうだぜ、頑張りたいなと思う。今回も悩み大きいお花ちゃんたちからたくさんのメールが届いているんだってさ。届いているんだ、今俺の手元についに届いたぜ。届いたぜ。どれどれどれ、いい香りだ。これだけたくさんのメールがあるのに、またチエリからのメールが。そうなの。みなさんこんにちは、こんにちは、こんにちは、私は人前で話すのが苦手です。会社で電話を出るのにも人の目が気になってうまく話せないことがあります。どうしたら上手に話せるようになるでしょうかという相談だよ。二人そこ走るのかいか。どうしたらいいんだヒロ&ジャン。人前で話せないだって苦手なんだ、どうしたらいいんだよ。苦手なのか。あ、よくあるよね、手のひらね。あ、人って言って飲むのあれ全然効かない。あんなの迷信です。全然効かない。人って書いて飲んだってこれ何にもならへんよ。どうしたどうした。僕は結構効くよ。手のひらにヒューマン、ヒューマン。なるほど、ヒューマンって書かないと聞かなかったのか。そうか、ヒューマンって書かなきゃいけなかったんだね、じゃあ。人という字は、ヒューマンとヒューマンが支え合ってヒューマンになっているわけだ。Yeah. おー、勉強になるね。ヒューマン、ヒューマン and people。人じゃなくなっちゃったよ。何うまく言ったみたいな得意げな顔してるんだ。おかしいよ。なんでみんな片言なんだ。わからない。だんだんそっち寄ってっちゃうんだよね。簡単だからね。しかし、チアリー、チアリー、チアリーいたろ、チアリー。そう、さっきそうから言ったね。チアリー人前苦手かい。なぜだろう。緊張したのかい。そうかい。そういう時は、ごめん、特に何も思いつかない。いやいやいや。まあよく言うのは人をかぼちゃと思えとか言うだろ。言うな、な、yeah. それはなぜかって簡単に言うとだよ、自分が自分、頑張れ頑張れ。今度カラオケでも行ったらいいんじゃないかな。大勢の人と、でもさっけん今見てた、チエリー、お前の目をまっすぐ見て話を聞いていたぜ。そうだそうだ、それができれば大丈夫さ。もう一度見てごらん俺の目を。バイバイ。 OK、 これからは話す人、話す人全員が鈴村だと思えば。おお、なあなあ、それでは逆に話ができなくなっちゃうかもしれないよ。あ、そうだね、ジュン。じゃあどうしたらいい。ジュン、例によっていつもの大人の解決を教えてやってくれ。頼むよ、ジュン。その前にヒロの意見も聞いた方がいいんじゃないかな。は？おお、待ってくれ、ヒロ。あ、なんだいけん。ちょっとだけいいからな。なんだいけん。数に戻ってる。数に戻ったらいけないね。
危ないよ。あっという間にテンション下がるから、ね、下がっちゃう。グーってもう上がることはないよ。ないよね、うん、しかし人というものは一度地の底を見るとあとはもう登るだけだから、ね、あ素晴らしい、okay、最高のコメントだね、うん、だからチアリ今君は人に言われるとちょっとあれかもしれないけど今地面に這いつくばってそしてこの自分を何とか変えたいとそう思っている。今がチャンスだ。もう目の前には上り坂しか見えないぜ。だからそう大丈夫、心配なんか No thank you No thank you。 明日からのお前は最高の女ってことさ。ヒロ、ナイスコメントだったぜさあこれを超える大人のコメントが潤から届いてるぜ。ベイベー潤頼むぜ潤、聞かせてやってくれよ。僕が魔法の言葉を君に。大丈夫。はい、以上純健康クリニックのコーナーでした。ビズゲーマーラジオゼロさん。